クリスさんご紹介ありがとうございます。ご来場の皆さん、今日は行楽日和の祝日の土曜ですが、こちらにお越しいただいて本当にありがとうございます。遺伝学研究所の川本と申します。よろしくお願いします。私は外伝学研究所に来ましたのは、昨年の4月になります。で、それまでも遺伝学研究所の、所属しております法人で、長く研究していたんですけれども、ちょっとその後一旦、研究をやめたりして、いろんなことをしたんですけども、今日はちょっとそういう話も含めてさせていただきます。遺伝研では、系統情報研究室っていう研究室も持たせていただいてるんですけれども、主には生物遺伝資源データベース事業部の部長、この部長っていう肩書きをいただいて、会社の経験がなかったものですから、人に言う時は部長ですって喜んで言ってるんですけれども、その話をさせていただきたいと思います。で、ちょっとこれ生物じゃないんですけど、この数字、何の数字かお分かりの方いらっしゃいますか？これはですね、2020年東京オリンピックまであと628日になりました。東京にお住まいの方は本当にすごく直接的にも間接的にもいろいろ体験されるんだと思うんですけれども、ちょっと私も自分自身全くインドア派でスポーツしないんですけれども。錦織さんとか大坂なおみさんとかゆずくんとか愛ちゃんとか、テレビでスポーツ選手の活躍を見ていますと、すごくこう興奮して一緒に泣いたり笑ったりするんですけれども、彼らはやっぱりこういうスポーツの、ごめんなさい、そうか、これで進む、技能に習熟するっていうか、そもそもの才能なんかっていうのが大事なことがあったりすると思います。これはサッカーで、本人の技量ももちろんですけれども、例えばチームワークとか自分のポジションをどう守るかっていうようなことも大事で、いろんな要素があると思うんですね。で、ちょっと一緒に考えてみたいと思うんですけども、彼らがじゃあ活躍するために必要なことっていうのはどんなことがあるか、皆さんなら一番にどういうことを思いつかれるでしょうか。これ精神、技術、肉体って書いたのは、いわゆる日本でよく言われる心技体ですね。それ非常にスポーツの場合は重要だと思います。また本人のやっぱり情熱、これにかけるっていう気持ちが大事だと思うんですけれども、それ以外にも実は例えば一流のアスリートですと、もう完璧にやっぱり栄養管理、トレーニングの管理っていうのをされてると思うんですね。あと、あらゆることの記録やデータを分析して、それを練習に生かす、試合に生かすっていうことがされてると思います。そういうことをするのは監督やコーチやスタッフですし、大事なものの中で人間のうちでは、ファンというのも大事ですね。あ、先言っちゃった。で、それ以外に道具とかウェアとか、これももちろん例えば野球するのに自分でバットを作るわけではなくて、一流選手になるともう自分用のバットがあったりしますよね。で、あと国際的に活躍するためには、コミュニケーション能力だとか語学ができた方がいいっていうか、最近皆さんインタビューなんかでもすごく立派にお話をされているのを見て、こういうことが必要なんじゃないかなと思って。たわけです。皆ここに抜けてるもので、皆さんがこれが大事っていうのがあるかもしれません。で、一方研究者なんですけれども、
ちょっとさっきの、写真に比べるとなんか陰気で暗くて辛そうな感じがあって、まあ、私もツイッターやってるんですけれども、研究者のツイッターって大体、まあしんどいか美味しいもの食べたかとか、そういうのをつぶやくことが多いんですけれども、研究者とアスリートを比較してみますとですね、まあ、真偽大情熱、これはもちろんサイエンティストでも必要です。これは全くイコールですね。で、まあ、道具やウェア、記録の分析、監督、コーチ、スタッフ、こういうのも、まあ、道具やウェアにあたるものが生物や試薬や装置、もちろんもうデータの分析がもうよりサイエンスにとっては重要ですね。監督、コーチ、指導教官や先輩、スタッフ、そういうのも全く、同じになります。つまりですね、ただこっちが、本人の、こっちが本人以外のっていうことを考えますと、どちらも環境や周囲のサポートが非常に重要だ。こういうふうに、あ、ごめんなさい、オリンピックだ、オリンピック、スポーツだとオリンピック、科学だと、まあ、さしずめノーベル賞かもしれませんけれども、自分以外のいろんな要素が大事だっていうことが、だなというふうに私は考えています。で、今日は、一応3つに絞ってそれを話をしようと思っていて。一つは研究、生命科学ですね。生命科学の研究に必要なのは、まあ、もちろん生き物であると。で、2番目には、やはり情報、いかに情報をうまく扱うかっていうことが重要になります。で、3番目には、やっぱりそれを、助ける人であるとか、あともう一つの文脈で後でご説明するんですけれども、生命科学研究、動物に限らず植物に限らず、やっぱり人の社会、皆さんの、生きていることにそのいかに貢献するかっていう面が、あると思います。で、遺伝学研究所ではっていうのは、あ、ごめんなさい、ちょっと間違っちゃいますけども、この大学共同利用機関という名前がついておりまして。研究を支える部門がいくつもあります。で、1つ目の生物を支える部門が、この生物遺伝資源センターやナショナルバイオリソースプロジェクト、マウス研究資源ユニットなどなど、ちょっと抜けてたらごめんなさい、いろいろあります。また情報に関しては、桂先生からも話がありましたけれども、こういったゲノミクス、ゲノムを解読した、DNA のデータバンクのところ、またスーパーコンピューターを、国内の研究者に提供していて、すごくもう今大変活用されているような、施設があります。また、人は多くのこういった、部門を支え、また研究を支える人々がたくさん働いているんですね。で、中でも私が、担当しておりますのが生物遺伝資源センターと NBRP の情報センター、この2つになります。遺伝研がちょっと私も新人なんであれなんですけども、こういう遺伝資源といったものをこう守っていこうという事業を始めたのは、設立当初なのかそれ以降なのかちょっとわからないんですけども、今のこの生物遺伝資源センターっていうものができたのは1998年でした。で、その時に、いろんな、これはヒドラですし線虫ですし、さまざまな DNA クローンや酵母、大腸菌、あと有名なのがこのマウスですね。これミシマバッテリーって呼ばれてて、今実験動物で使われてるマウスっていうのは数系統あるんですけども、それの、由来がどこから来ているのかっていうのを全部その大元の、マウスを保存したりしています。あとゼブラフィッシュがあったりして、まあ、母体としてはこういう、センターがありまして。
現在、国の、ナショナルバイオリソースプロジェクトっていうものを、担当しています。で、このナショナルバイオリソースっていうのは、その日本の研究のために重要な、30種類の生物を、いろんな、大学や研究機関が、きちんと保全をして、増やして必要な時に研究者にお渡しするというようなプロジェクトなんですね。で、理研のバイオリソース研究センターというところが、一番なんかファンダメンタル、基礎的な、細胞ですとか遺伝子ですとかっていうのを担当し、また微生物、動物だとメダカ、ゼブラ、フィッシュ、熱帯ツメガエル、カタユーレイボヤ、ラット、ニホンザル、ニワトリ、カイコ、線虫、ショウジョバエ、植物だと稲、トマト、小麦、大麦、菊、朝顔、ミヤコグサ、大豆、ゾウリムシ、藻類といったように、いろんなものの保全をしています。遺伝研ではこの中で、大腸菌と枯草菌、ゼブラフィッシュ、ショウジョバエ、稲というものを担当しておりまして、この全ての30の、リソースの情報を、束ねているのが、私が担当している NBRB の情報センターになっています。で、まあ、こんなふうに本当に多種多様な、リソースが、まあ、国としてプロジェクトをやっているんですけれども、ちょっとそれぞれの、リソースについて見てみますと、まあ、いろんな、系統というか、モデル生物がもう一族一種一種類だけっていうところもあれば、野生種や近縁種を、集めているところもあります。で、こういうのを、これまあちょっと見にくいので次に進めますと、大体全部で、持ってるリソースの数が、全体で655万今持っているっていうふうになっています。そのうち多いのは、遺伝子のクローンですね。これを持っていて、誰かが、まあ、この遺伝子について研究したいっていう時にはすぐにそれを提供するというような、目的がございます。それ以外に、生き物、いわゆる生態を、扱っているのが25万で、それの内訳はこちらになってて、だいたい微生物がやっぱり種類としては多いんですけれども、動物と植物が同じぐらいで、細胞が7%と、まあ、こういう内訳になっています。で、なぜこのリソースが必要かっていうことなんですけれども、野生種なんかっていうのはもちろん、今、リソースで保管しているもので、もう昔採集したけれども今はないっていうような、系統がたくさんあるんですね。だから貴重な生物を保全する。それ以外に、そのいろんな生物って、まあ、生物多様性が大事っていうのはもちろんなんですけども、その源としてやはり遺伝子のプールっていうのが、その個体が持つものなので、それをその本当に研究レベルで利用できるように保全するっていうのが一つの目的になります。またモデル生物っていうのは、まあ、バラバラの条件でバラバラの個体で研究していては、なかなかその出た結果が、本当に普遍的なものなのかっていうのが分かりませんから、モデル生物は生物の代表選手として、生命現象の解明に利用をするわけです。で、共通するのは、これらは研究を推進させる、まあ、あくまで基盤、これそのものは研究じゃないんですけれども、研究のために、行われているっていうことになります。で、重要なのは、それぞれをじゃあ、いろいろ培養したり飼育したりして持ってても、なかなかそこにリーチできないわけですけれども、そのリソースの情報を表現する、情報で表現するっていうことが大事になります。で、リソースが持ってる情報にはいろいろあるんですけども、まあ、簡単なところから言うと名前ですね。名前も実は複雑で、学名があったり和名があったり別名があったり、栽培品種ですと品種名があったり ID で呼ばれていたり、いろんなあれがあります。
また採取地はどこですかとか、どんなふうにしてそれを作成しましたか。あと、ここ一番重要なんですけれども、そのリソースはどんな形をしていますか、どんな背丈ですか、どんな体重ですか、どんな行動をしますかっていうことを記録することが非常に大事ですね。あと、それらをこの表現系のもとになっている遺伝子型、遺伝子のどういったところに変化があってそうなっているのか、また今はもうほとんど全部のゲノムを読むようになってますから、ゲノム配列はどうなっているのか。で、そういったものを、研究した文献情報というのがリソースの情報として大事になっています。で、これ例として稲のページ、ちょっと小さくて申し訳ないんですけども、こういうふうに今整理をしています。稲でありますと、この辺りに ID の情報があって、この辺りに名前の情報があって、この辺りに、稲は、どんなゲノムを持っているか、またこれは病気の耐性、稲ですか、栽培食、食料のものですから病耐性はどうなのかっていう情報ですね。あとは、これはもうゲノムが全部読まれてますから、ゲノム配列へのリンクがあったり、ここがさっき一番重要だと言った形質ですね。形質についてはこういう写真を持っている場合があります。で、これ続きなんですが、これの場合は、起源地が、書いてあって、シエラレオネって書いてありますね。で、誰が取って1964年に遺伝研に来たっていうようなものになってます。ただこういう古いものはここに書いてあるんですけれども、もう種を増やすことがなかなか難しくて、栄養体、株で増やしたりっていうふうにしていて、現在はこれは種は分譲が不可で、それ以外はこういうふうにカートに入れていただくと、研究者に、全世界の研究者に提供して、その稲研究を発展させるっていうことをしています。で、また今は先ほど申し上げましたように、そのどうしてこういう稲の形質、この生物の形質が出るのかっていうのはゲノムレベルで調べられていますので、それぞれのリソースにはこういったゲノム情報ブラウザーっていうのをつけてありまして、これはある系統、これは別の系統のある遺伝子領域を比較して、この違いでその形質が出てるのか。で、その遺伝子レベルじゃなくて、今はもうこういうふうにこれ多系っていうんですけれども、配列のレベルで違いが見れるようなふうにしていきたい、いくようになっています。で、じゃあ、ああやって整備したバイオリソースは役立っているのか、リソースを使った研究の成果っていうのは、あるんですかっていうのに、お答えするのが私たちが、用意しています、成果論文データベースです。これは、ここに年々、増えていってる成果論文の数、またどういうところの国の著者が書いているのか、あとその論文が他の論文に参照される。論文っていうのはやっぱり一本書いて、他の研究者がそれを参考にしてまた別のことをやったっていう、この参照されるっていうことが非常に大事なんですけれども、それがどれぐらい参照されているのか、またどういうカテゴリーの仕事に使われているのかっていうのをデータベース化しています。これは症状バイの成果論文のデータベースの画面なんですけども、一番論文によく使われているリソースっていうのを、ここをクリックすると、その症状バイのリソースのページに行きます。で、症状バイっていうのは昔から遺伝学に使われてまして、いろいろこう、変異体の名前とか、かなり特別な記載の方法があるんですけれども、今はこういったものもより簡単に検索できるようなシステムが作られつつあります。また症状バイは、人の疾患の研究にも活用されておりますので、この遺伝子から別のデータベースで、疾患の情報、疾患モデル生物としての症状バイの情報を得るといったことも可能になっています。で、私たちの生物遺伝子源センター、情報センターは生物の、情報に変えて、それを皆さんにお届けする、
という仕事をしているわけです。ですが、実は生命科学情報というのには非常に大きな問題点があって、これもずっと言われてるんですけども、ものすごくたくさん出るんです。いっぱい生き物がありますし、ゲノムも読むようになったし、他にいろんな大量データが出るようになって、すごくたくさん情報が出ます。で、それぞれが自分研究者それぞれがやった方法で、研究者それぞれがノートの書き方が違って、そのノートがバラバラに、公開されているというイメージを持っていただいたらいいと思うんですけれども、 A さんのノートと B さんのノートを合体させるにはなかなか難しいわけですね。で、そうすると、今せっかくビッグデータだ、人工知能時代だって言われているのに、その個々の研究した人のデータが活用されないっていう、問題が指摘されています。で、そこで情報を統合するっていうことが重要になってきます。今バイオリソースでは主に収集ということをやっていますね。で、徐々に標準化、標準化っていうのは、その A さんのノートと B さんのノートの記載を共通化しようという話で、さらにそれをつなげてみましょう。で、最後にそれを検索可視化して、新たな知識の統合をして、データ駆動型科学って呼ぶんですけども、そのビッグデータを使った科学をできるようになりましょう、そして新規の発見をするようになりましょうっていうようなことが考えられていますというか、現実に取り組まれています。で、遺伝研というか、情報システム機構には DBCLS ライフサイエンス統合データベースセンターというところがあって、私もここに所属してたんですけれども、ここがそういったゲノムや遺伝子発現など公共データを統合して、誰もが使いやすく使えるようにしようということをやっています。で、これはちょっと専門的になるんですけれども、リソースの情報、私たちが今までやってきたのは人間が見て分かるように情報を整理してきたんですけれども、その AI 時代になると、その情報が、コンピューターがそこに何を書いてるか分からないと、処理できない。そういうことで、今これセマンティックウェブの RDF っていう形式の、書き方なんですけれども、この稲の、遺伝子269番についてどんな別名があるか、イモチ病耐性があるのか、また他のデータベースとどういうつながりがあるのかっていうのを、こういうデータ、リンクとオープンデータっていうんですけれども、いろんな情報につなげていこうというような試みを、努力を続けています。で、ちょっと休憩させてもらいますけれども、まあ、今までバイオリソースの話をしてきました。この3次元のマウスはさっきの統合データベースセンターでやってる統合ピクチャーギャラリーというところからフリーで提供されています。こういう研究者がスライド作るときになかなか絵が上手なわけじゃないので、こういうサービスを利用するんですけれども、ちょっとそれはご紹介します。で、今までリソースの話をしてきました。生物、情報、人が大事だと私は思っていると。で、これが実は私の仕事の履歴にちょっと重なっていたんですね。で、これから少し人に関係する話をいたします。で、最初すいません、私の履歴なんですけれども、大学院で卒業して助教になりました。その時は、本当に人やマウスを使って、マウスの細胞なんかを使って遺伝子発現がどうなってるかっていう解析の研究をしていました。で、その遺伝子発現のデータが割と大量のデータでしたので、自分でデータベースを開発するようになりました。で、そうこうしていると、もうこっちのその情報の処理の方は大変になりまして、だんだんベンチで生物や細胞を触るのから、パソコンの前に座る時間が長くなり、今度情報システム研究機構の情報学研究所、実は今日の会場の
このビルの建物にこの情報学研究所があるんですけれども、ここで研究をすることになりました。でその後さっきのライフサイエンス統合データベースセンターに行ったんですけれども、一旦でそこで10年ぐらい勤めて一旦退職してもう一回大学院に再入学をしました。でそこで認定遺伝カウンセラーの資格の取得の勉強をいたしました。遺伝性疾患の解析に携わったんですけれども、ちょっと簡単に認定遺伝カウンセラーというのをご紹介しますと、これはその遺伝医療を必要としている患者さん、またそのご家族に心理的社会的サポートを通して意思決定を支援する保健医療の専門職になっています。今全国15の大学院でこの認定遺伝カウンセラーの養成課程があって、去年の12月現在ですが226名日本で活躍されています。で、2010年代に入りまして、大量シーケンサー大規模新検査 NGS とも言いますけれども、それがその病院とかで非常に急速に使われるようになったんですね。例えば、遺伝先天的な難病や希少疾患の遺伝学的検査、また最近最もホットなのはがんの診断治療ですね。プレシジョンメディシンとかそういうのも含めた、がんの診断、あとは、出生前の診断や、例えば肥満とか美容とか、そういったものも、DTC の利用遺伝子検査で測れるようになっていて、最近は本当にちゃんとしたこういう誰もが医療機関を通さずに検査できるっていうのをこの DTC っていうんですけども、いろんな病気のリスクを、簡単な検査で調べてくれるっていう、検体で調べてくれるっていうサービスがあります。こういうところで遺伝カウンセリングの必要性が大きく取り上げるようになって、実際に自分たちがやってたゲノムシーケンスなんかっていうの解析結果が一般の方にダイレクトに利用される時代になったんですね。で、私がずっとやってたデータベースの研究は、研究者のためのものでした。主にプロ用のものだったんですけれども、実はそういうのも研究者のためのものから本当に一般の人が、見る必要が、見るようなものになる必要が出てきたわけです。でそこで遺伝カウンセラーの養成課程に行って、最初はこの大阪母子医療センターの遺伝子医療科というところで勤めました。でそこでは先天性の疾患、実は子供赤ちゃんというのは100人のうち 2-3% に何かその先天の疾患を持って生まれます。意外とそんなに特別なことじゃないんですけれども、その中でも治療が十分可能な疾患もいっぱいありますし、これをその原因で見てみますと、染色体の、に何か変化があって起こるもの、染色体の中のコピー数が変わって起こるもの、一つの遺伝子の原因、一つの遺伝子に原因があって起こるもの、また複数のものが原因になるもの、あとは、例えばウイルスなんかですね、そういうものっていう、こういう分類があるんですけれども、このうちのこの遺伝子がやゲノムが関係するところにおいては、今まで 20% は専門の医師が見てこれは何疾患ですよということが診断できたんですけれども、 80% は未診断のままでした。でこれをさっきご紹介した次世代シーケンサーといわれる大規模シーケンサーを使って全部のゲノムや全部のエクソンを読みますと、今までこの未診断のまま放置されてたものが大体3割から4割、診断が可能になるということになりました。で全国規模の診断プロジェクトが開始されて、これは AMED 日本の医療研究開発機構が主導する未診断疾患イニシアチブアイラドというものなんですけれども、そこで大規模に未診断の患者さんを全国から募りまして、
次世代シーケンサーで解析をするというプロジェクトが始まりました。で、これがそのプロジェクトの成果として同定された希少疾患で、1つ目は、慶応大学の、ケース、2つ目がこれが私が働いていました大阪母子のケースなんですけれども、まあ、こういった、最初の、ものから、2つ似た症状症例を見つけまして、竹の内コサキシンドロームという名前になりました。しかし、シーケンス解析で遺伝子の変化が見つかっても、同じ症状の患者さんが少ない希少疾患というのは、実はその遺伝子が原因ですよっていうのは、その場では決まらないことが多いわけです。で、その後、まあ長いその基礎的な実験が長く続くんですけれども、患者さんとしてはやっぱり、まあ原因が分かりました、分かりそうです、じゃあ次治療につながる何か情報はありますかっていうことを一刻も早く患者さんにお届けしたいということで、だいたい計算機を使った仕事、また分子をや生化学的なその遺伝子の解明に加えて、やっぱりモデル生物ではその遺伝子が、例えばその遺伝子に変化を起こせばどういうふうな表現型になるのか、というようなことが重要になってきます。で、モデル生物研究者と臨床研究者の協力が、協力ネットワークを作って、その、アイラドの解析をより進展させようという、プロジェクトが始まりました。これちょっと長い名前なんですけれども、患者さんから来た検体、それを医師が解析をして、モデル生物の研究者と協力して、解析するというプロジェクトになります。で、このプロジェクトなんですけれども、遺伝研が代表となって、JRDMM という名前にしたんですけれども、2017年からスタートしました。井上先生を、代表者として、それぞれの、モデル生物の研究者が、これに加わって、全国のモデル生物研究者と一緒に、希少疾患に挑もうというプロジェクトが始まっています。この後、ポスターセッションでもそれぞれの先生にお聞きいただければいいんですけれども、こういうプロジェクトが始まりました。で、もう時間があれなんで、ちょっと飛ばしますけれども、まだこれちょっとスタートしたばっかりで、このプロジェクトでじゃあ何が分かりましたっていうのを、残念ながら今日この場ではお伝えできません。いろいろそれぞれの症状場合には症状場合の利点があったり、また、ゼブラフィッシュはがん研究、そもそもがんの研究や行動学習神経の研修、透き通っていることを、透明であるっていうことがいろいろ利点となって、まあ、脊椎動物として、人の疾患のモデル生物として活躍をしています。で、まとめますと、バイオリソースっていうのはやはり研究に不可欠でな要素であるばかりでなく、モデル生物っていうのは、医学、農学、いろんな環境、そんなこと、あらゆることの社会のさまざまな分野に貢献するものになっています。また、情報っていうのはリソースやゲノムの情報とその統合化が、ここの鍵を握っています。遺伝研は、リソースやゲノムから情報まで幅広い研究支援を行っている、研究所になります。で、最後に、研究を支えるっていうことで言えば、たくさんの人が遺伝研で働いています。私自身ももう今その基礎の研究者って言われると、いや研究者じゃありませんって答えちゃうぐらいのちょっと外れたところにいるんですけれども、研究のためにはいろんな仕事があります。まあ、今日は研究者を目指して来られている若い方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、研究者を目指す方、サイエンスの仕事がしたいという方は、まあ、いろんな道があって、いろんな職業があって、どれもそれがないと成り立たないっていうふうに思いますので、ぜひいろんな立場で一緒に協力してやっていけたらなというふうに思っています。
今日はご参加いただいた皆様ありがとうございました。またリソースの、情報センターの仕事については、おととしまでされていた山崎由紀子先生が長年された仕事になります。どうもありがとうございました。